そう、自分は茨城県チームで高校2年生の時に1回走ってて、それでもう区間何番だかもう覚えてないんですけど、まあ、福島っていう地元の地で走れたのがすごい思い出にあります。いつもだったら同じぐらいの年齢のみんなと走ってるんですけど、その中学生とか高校生とかのフレッシュさを見て、それで自分も元気づけられて、もっと頑張ろうっていう風に、なんか、まあ、改めて駅伝を楽しめる場所だなって思ってます。と、自分の走りは積極性のあるところが強みだと思うので、その積極性のある走りをレースで出せたらなって思ってます。もちろん自分よりも実力のある選手がたくさんいる中でのレースとなるので、まあ、すごい貴重な経験になるなって思って、その中で上位で走ることができたら、もうこれからの自分の自信につながると思うので、そこの中でも上を目指して頑張りたいと思います。何区を走ることになっても茨城県チームを追い付けられるような、自分のもし行くのかだったら、まあ、入賞圏内とかで襷をつなぎたいし、相手の区間とかだったら確実に順位を上げて次の区間に襷をつなげたらいいなって思ってます。